ったよし。あれか何されたの？やらしい声余計出すのやめてもらっていいかな。コアラは可愛いけど結構臭い。どうもー始まりましたゴージャス動画でございます。私がゴージャスでーす。アシスタントはこっちからよくーん。そしてはい河野まりかです。まりかちゃん。デラックスバージョンで今日はね。デラックスバージョン。お正月。お送りいたしたいと思いますということでクラゲーさあ今日何やろうか。はい今回ははいwiiuみんなでマリオカートー久しぶりでもあれここの対戦をやってないもんね。初めてなんですよ。マリくんうまいんでしょ。うまいんだよ。いやなんかでも基本ゴー様とやったら結構誰でもうまく入らないですよね。だからそういう才能を持ってるのかな。あみんな人をあげるね。でもあれ自分どっちうまいどっちが自分の方がうまいと思うの。私この前ゴージャス動画でプレイしたのだけだからあんまり。あ本当に？あ謙遜系？うん。ドリフトができるかできないかちょっと聞きたいんだけど。またドリフトはできるよ。ゴーさんは前もやってなかったよね。よくできる？だってドリフトできる。F1でしょ。うん。何かできる？できます。うん。ドリフトじゃないから。できない。ドリフトはできない。なんで？しない。え、ゴー様ってドリフト知らなかっただけじゃなくて？知らなくて。ちゃんと俺サイバーフォーミュラでイナーシャルドリフトっていう技してるもん。2回2回サイバーフォーミュラーのゲームスーパーファミコン持ってた私やりたいぐらいずっとブーストで一周できるやつドリフトをねちゃんと使った方がゴージャスくんやっぱり伸びるんですよスピードも。そうだってコーナーとかカーブはちょっとスピード落としてドリフトした方がいいよ。なんか言われた？よし。ね、ちょっとここの対決も楽しみにね、見ていただきたいと思う。いやもう本当ねみんなでポイント制でやりますよ。まあね今回ねちょっと4人目もね加わってやります。誰だ？伝説のチャンピオンクラゲーです。お前かい。クラゲ何でもチャンピオンだよね。伝説のチャンピオン。本当に？できんの？できるよ。ドリフトって言ってたけどそんなできんだな。できるよ。俺クラゲだけには負けたくないじゃん。本当に。あれ今までクラゲってやった最下位大体。あそう最下位。なんなんでじゃもう。最下位の方がいいアイテム出るから。あそうだね。そうね。よし。みんなでやった方が面白い。そうだね。うん。とりあえずじゃあ画面いってみましょうか。こちらです。ドン。はい来たということでみんなで。うん。さあ。バーサスレース。イエーイ。はい。で、皆さんエントリーして。エントリー、あ、はい。ニコンだから2でいいのか。はい。よし。出た。ゴーサナが左上。で、マリンカが右上。はい。で、私が左下でクラゲが右下。そうです。何にしよう。これってキャラの性能の差ってあるんですか？ピンクゴールドピーチって。あるね、やっぱり。軽いとか重いとかで当たりに強いとかそうなんですね。色が出やすいとか可愛いので選びたくなっちゃうな。ねヨッシーにしよう。おメタルマリオクラゲかっこいい。で可愛いのにも可愛いな。スタートボタンを押すと性能が見れます。性能が見れるね。まあ見ても一緒だけどな。いやなんでおすすめしたんだろう。おすすめしたおかしいでしょ。一緒かな。可愛いのがいいな。オッケー。これにしよう。オッケー。これでいいや。よし。バイク？はいバイクにします。早くしね。よしオッケー。じゃあ基本からいく？いや。もういきなりガツガツといつも基本ばっかりじゃないかな。うわあここら辺のすごっクッパキャッスルとか何すっごいお城に住んでるんだねクッパってね。炎がこあれ A がアクセル A がアクセル A がアクセルだよね。 B がブレーキ。いや B がアクセルかもしれない。本当？分かった。最初の最初でわかるから大丈夫。オッケー。じゃあ2つ目がついたらブーンってするんですね。やってロケットスタート。はい。うん。よし行こう。はい。レース始めます。オッケー。うん。しゃ負けねえぞ。ゴールです。ぶっ飛ばしてやる。ほら投げてやる。よし。おお怖え。やべえ。どういうこと？やべえとこ選んじゃったなこれ。え？やり方忘れたなこれ。これ普通に危ないとこじゃないの？うん、クッパキャッスルだから。あ、そうしぶっ飛ばすぞ。あー、ちっちゃいな画面が。ね。確かに。マリカ君見れる？見えます。あれ誰が何だっけ？私が右上のロボット。行って。王様のキャラはマリオね。マリオ。わかった。あ、やばい。おお、マリ。おお。どこ行くんだね。あ、痛い。え？これ、あ、こっちね。どこ行くの、これ。ねえ。見てないと絶対わかんない。やばい。これ。ああ。アイテム使うの、何ボタン。アイテムは。L です。L。オッケー。なんかこの道がなかなか分かりづらいですな。確かに。あー、マグマにやられた。え、これどこなの一体。画面がちっちゃい、画面がちっちゃい。ビーム？なんかビームが降ってた。ありました。そこまで行ってねえや。ユウさん近い、私と。近い？めっちゃ近いとこにいます。なんだこのビーム？あ、ビームいった。おお、横を通り過ぎていった。あっぶな。ちょっとカッパがいる。カッパがいる。さっきもいたな。さっきもいたな。やばい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 、クラゲに抜かされた。石怖い。何回ドリフトやればいいの？もうくねくねしすぎてどこでドリフトすればいいかわかんないですね。なかなか。うん。書いていいの？あ、やばい。あ、やっぱりレーザーだ。あれ右か。よいしょー。あー、バナナの皮痛い。誰？私です。でも12位だから許して。許すけどなんか一気に甲羅がなくなった。ちょっと待って。みんなちょっと待って。みんな待ってくれちょっと。待てないよ。やだよー。みんなどこいるの？え、これは。これ誰だ？いや、怖い。怖い。どのぐらい？あ、クラゲさんがキラキラしてる。ちょっと待って、ひどいなこれ。ひどい試合だよ。うわー、危ない。マグマ怖い。みんなどこ今？あ、落っこちゃった。イエーイ。もうキラーだよ、キラーだよこっちは。クラゲだけには負けたくないんだ。ゴージャスには負けねえぞ。すごいよ、キュウさんいい勝負だった。最後見えたんだけどな、横にマリンカ。いや、でも1位2位誰？多分いや、もしかしたらゴージャスさんとクラゲさんかもしれない。え、ないよ。だってまだゴールしてない。え、ねえ、マリオなんてもうハンドル操作してないからね。頭こうやって、こうやってやってるの。あ、じゃあ、あれ。あ。勝ったー。いやいやいや、よく喜べたな。よく喜べたな、準備でな。じゃあ、多分ゴージャスには負けたくなかったから。ゴー様に勝てば、それでいいんだと思うの。ああ、え、ノコノコとキノピオか。1位、そしてはい4位ね、よし、そしてクラゲ。あれどうしたこれですなんかすごい、まさか朝から痛かったんです黙ってたけど他の動画でも聞いたこの言い訳さあ続きやるよ、まだ終わったわけじゃないから。これでこうです、1位取ればっていうか、なんかコンピューター強すぎじゃないですね。まだ終わったわけじゃない。よしよし、次のレース頑張ろう。すごい、うわすごい出たー。スタジアム、あれこれ結構初期にオーソドックスな感じですね。そうね、なんかよくんがやりにくそうだったからちょっと、ああうん、そうそうそうだよね。ゴージャさん優しいなな。2回目だけなんですか。これ結局外側の方がいいの？どっちかわかんないですね。どっちが効率的な？あ、メタルマリオ。痛い。うそー。クラゲだ。俺なんかやった？うわー、1位早い。うわ、誰だ？うわー、やばい、やばいぞ。危ない。うわー、誰かが亀の甲羅飛ばした。誰？なんだ、思う以上に楽しめてない。思う以上に楽しめてない。ドリフト。1位の人が見えない。ドリフトするとさ、何もアイテム取れないんだよね。え、アイテム取るとこではやらなきゃいけない？曲がるときだけだよ。そうだよ。カーブ。知ってますよそれ。え？あー、すごい。あ、なんかゲソがついてるよ。1位の人に狙ってほしかった。なんであそこのコーナリングできないの？なんだろう。うわー、誰かにやられた。うおー。クラゲだけには負けたくないんだ。私も早い。クラゲ何位？9位。あれ？あ、差し入れ。あれ？なんかごめんなみたいな。じゃあ聞くな。ごめんな。あ、でも私もうね、すごい接戦のところにいるからね、いきなり上がったり下がったり激しい。クラゲ見つけた、ほら。あー、くそー。ゴージャスに負けねえぞー。えい、あー当たっちゃった。あー、ここのカーブなんで曲がるの？あー、悔しいわ。クラゲいたぞー。クラゲだけにはいい勝負だ。なんか違うゲームをさ、2-2でやってる感じが。本当ですね。こっちもなんでバックしてる。ゴー様なんで壁に追突するの？そこに壁があるから。そこに壁があるから。おお。さあ続いていこう。はい、頑張ろう。次も頑張ろう。あ、クッパで並んでしまった。よし、ゴージャス。やばい。手を組もう。よかろう。え？これでも組んだところでってところがあるよ。女子どもを蹴散らそうではないか。マリンカーのさ、周回遅れにしてやっちゃおう。そうしましょう。ガンガンいっちゃいましょう。もう周回遅れにして、さらにボコボコにしてやろう。血も涙もない戦いだぜ。そうだ。このカントリーの肥やしにしてくれるわ。これは戦争だ。こんなのどかなところで戦争。よっしゃー！蹴散らしてやる。これは大変。10位からのスタート。あ、間違えた。ハムの切り方間違えた。蹴散らしてやるぜ。アイテムは自分で押すところじゃないの？ってらっしゃるか。アイテムを自分で L 押せば L で止まるんだ。はい、分かった。ありがとう。くるくるって回った時のやつ。そう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 。おっ、あっ、いいからだね、君。ゲソすごい。ゲソも食べた。いいな。パックンフラワーでゲソも食べてくれる。便利よ。便利ですね。敵も蹴散らしてくれるし。いい子だ。バナナの皮いっぱい。よし。集会をプレにしてやるぞ。あ、やばい、バナナの皮に。つまずいた。もう虫。うわー、やばい。6位8位。やばいやばい。大丈夫だよ、まだ全然みんなきっと団子だから。任せる頑張ります。とりあえずゴー様とクラゲに負けなければそれではい頑張ろう頑張ろう頑張ろう頑張ります。手を組んでる。えいやいやいや誰だ。武器じゃないか。クラゲじゃねえな。もしかして違うよ、俺らやってねえよ。誰だカメ野郎。でかカメがメンチさっきおかしかったぞ。よいしょ。よし、いただきだす。え、後ろどうやって見るの。私、なんか誰のせいかわかんないけど誰かにやられる。きしゃー、早い。ここ簡単じゃない。要求さんが多分合ってたんだと思います。こういう道がフラットな、あーやばい。よっしゃー、よしー。嘘、マリン君何されたの。やられてしまいました。からの総合は全然じゃないか全然じゃないか。優勝はよしよしだ。よけよけ。やったー。最後がね。2位がマリンカ。最後妨害にあったからマリンカ。いや最下位でした。まさかの2人。まあいいや。2人に。3位でいいや。3位がクラゲ。なんでだよ。3個あったら最後。3個あったでしょ。トータルでね。トータルじゃないよ、最後でしょ。一番最後がメインイベントでしょ。最後が100倍の点数になるわけでしょ。じゃあ最後が100倍の点数で最後ラスト1レースやってみる。おーし、やろう。じゃあ頑張ります。もうこれで終わる感じしよう。あのね、やっぱねマリオじゃダメなんだ時代は。なんで間違え、悪知恵の働くワリオじゃなきゃダメなんだ。ああ、ワリオ当たり強そう。確かにね。これさっきと同じ設定のままだよね、きっと。これは OK。 よしよし。いつも俺が選んでごめんね。いや、どこでもいいですよ。なんか見たことないようなところ行こう。グラグラ火山、確かに見たことない。グラグラするの。よし、これでいきましょう。最後誰が勝つか、レーススタート。カーブのないコースってないのかね。まっすぐだけ。ストレート。お、グラグラしてる、ほら。本当だー、すでに。危ない。よくこんなところでコース作ろうと思ったね。そうですよ。おお。すぎる。あ、火の玉だ。可愛いな。本当だ、火の玉のやつ。スーパーマリオ3で見たことある。いけー。スタートできた。ほら当たり強いだろ。だって何でも褒めてくれて超優しい。マリンカって褒め上手だよね。いや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 、全然そんなこと。またどこで言ってるだけほら優しい。女の友情もスタバロにしてやるぞ。ひどい、美しい友情。どう違うんだこれ。あー本当だ、2つコースがある。誰だ。グラグラしてる。なんと言ってるんだ、ゆきなんとも言い難いことでした。すごいやられてる声がする。いや、なんか立地がよくわからなくて、確かにここはどこに繋がってるんだ。こっちか。何爆発してんだけど、こここっちか。交差案内が欲しい。ちょっと難しいな。誰だ？俺だ。俺落ちてんだろ。王様でかい。今怒ったから。今俺怒ってやつ。クラゲだ。俺怒ったから。王様やったんでしょ。やつれば。人のせいにして。だ。イカスミ。カスミ。一回みんなさ、一回止まってさ、一回止まんない？なんでですか？それで止まってくれるのにマニンカだけだよ。マニンカ1個だから。でも、何今の誰？こっちか。今のマニンカじゃない、今のマニンカでしょ。いや、私前にいるんでね。落ちちゃった。やばいやばい。これはやばい。もう覚えた。いけないいけない。あ、間違えた、覚えたっす、全然違う。あ、取られた。いて、誰だ。誰だ、怒っちゃ、怒っちゃった。誰だも何もないな、みんな前の方にいるんだもんな。あ、落ちた。早く復帰や。そう、他の人の画面見てると、俺落ちちゃうね、これね。なんで他の人の画面見てるんですか。何かなって見ない、みんな。何かなって見るでしょ、普通。見なかった、そんな余裕がなかった。ゴージャさんすごい余裕ですね。やばい、7位だよ。余裕しゃくしゃくでしょ。これはきついな。あ、炎が痛い。えい。どこにいるのみんな。みんな。やらしい、声、余計な出すのやめてもらっていいから、ちょっとな。だから、そんなのマリンカは言ってないんだから、ゴー様の脳が変なんだよ。違う。何それ。キーラーフィニッシュ。え？キラー、キラー。え？キラーになれるの？うん、もうビリケツの方だとキラーになる。1位がマリンカよきゅうさんです。はい、4位だった。で、2位がマリンカ。あれ？で、3位がクラゲ。あれ？何使ってたの？私ロゼッタ使って。あれ、俺ロゼッタじゃない？新しい手法だぞ、これは。俺ロゼッタだよ。違う？私はワリオだよ。え？ワリオだったでしょ、なんかあれ行くぞって言ってたでしょ、最初。隣がワリオでした。じゃあちょっとキャラクターをゴージャス選んだところをもう一回シーン見てみよう。いや、もうバグってんじゃないこれ。じゃあそのシーンどうぞ。マリオじゃダメなんだ、時代は。なんで？間違え、悪知恵の働くワリオじゃなきゃダメなんだ。ああ、ワリオ当たり強そう。確かに余興んだったね。あったねよ。最下位ゴージャス。またクラゲ勝ったの？クラゲね、なんとかね、ずっとゴージャスだけは負けないように頑張ってた。すごい。ゴー様本当に下手くそですね。ストレートに言われたの初めて。でもこれは由々問題ですよ。なんですか？だってみんな見てる、みんなもうフラストレーションがたまるもん、絶対。だからここからは今後はゴー様のレースをみんなで監視して、違うよって、もうそこって言って強制させていくのは。よきよ前回、クラゲが指導者として教えてたの、ドリフト。共感。ドリフトーって言ってたらびっくりしてレースにならないんだよ。もうドリフトを考えると次のターンとかもう分かんなくなっちゃうの。曲がるのどうやんだっけみたいなやつ。え、どうして ?1 個入れると1個出てっちゃう。ところてん式。だからなんだろう、本当に。だってこれじゃもうサンドバッグ状態。サンドバッグか。サンドバッグ状態。このままだとかわいそうなんで、続けて、みんなでボンバーマンやろう。ボンバーマン超得意だから俺。あ、そっか、ゴー様宇宙一うまい、宇宙一うまい。じゃあボンバーマンの画面いっていただきましょう。こちらです。ボンバーマンだけに。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネルゴージャス動画。ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それここチャンネル登録は